円形の内傘の上、潰れた M 字型の上部タンジェントアークの上に被さるような形をしたパリーアーク。南極にて撮影。緩やかなカーブを描いた一番上の長い虹色のアークがパリーアーク。パリーアークとは太陽の周りにできる虹のように分光した古状の光の帯の一つ。内傘のすぐ外側にでき4種類のアークが存在する。 上空で六角中形の表象が地面と水平に漂っている場合で、かつ六角形の向かい合う二面が地面と平行であるか、地面に垂直である場合に、それを太陽光が通って屈折しできるものである。観測されるものは二面が平行のものばかりで、垂直のものは観測がほとんどない。垂直なものに限っても、太陽の上側にできる上部バリーアークと下側にできる。 ハリーアークの2種類がある。光の経路は上部と下部それぞれで3ベックス型と3ケーブ型の2つずつあり、計4種類のアークができることになる。非常に珍しい現象で1年に数度か数年に1回程度しか見られないとされている。タンジェントアークとは表彰の2面が平行、垂直でないかの違いしかないので同時に出る場合も多い。 パリーアークの出現時には、必ずと言っていいほど、タンジェントアークも出現する。パリーアークの名前は、これを最初に記録に残したウィリアム・エドワード・パリーに、由来する。パリーは、カナダ沖北極海を探検中の1820年4月に、メルビル島近海を航行している際、三景部型の上部パリーアークを発見して、スケッチに残した。太陽高度0度の時は、 サンベックス型しか見えない。サンベックス型のアークは、上部タンジェントアークと内傘に接しており、上部タンジェントアークよりも鋭い V 字型をしている。太陽高度が上がってくると、太陽の上30度から40度付近に、三景部型の緩やかなカーブをしたアークが、うっすらと現れる。これは、高度上昇に伴い次第に差があるとともに、明るくなってくる。一方、 サンベックス型は次第に上がってくるとともに薄くなってくる。15度付近でサンベックス型とサンケーブ型が重なり、それ以上になるとサンケーブ型の方が下になる。20度くらいになるとサンベックス型はほとんど消えて見えなくなる。サンケーブ型は40度くらいになると、タンジェントアークから変わった外接波路と重なり、明るさも最大になる。 太陽高度0度の時は、上部と同じく 300x 型しか見えない。300x 型のアークは、下部単ジェントアークと内傘に接しており、鋭いラムダ字型をしている。太陽高度が上がってきても、上部のように内傘から離れることはないが、次第に、ラムダ字の鋭さが増し、やがて筆記体の L のような、細長い輪っかができる。20度くらいに上がると、 それが左右に広がって、下の部分が消え、カーブの緩やかなラムダ字型になる。25度くらいで最も明るく、これを超えたくらいから上端がち傘から離れ始め、カーブが緩やかさを増しながら、太く薄くなっていき、50度を超えたくらいでほとんど見えなくなる。一方、三景部型は30度くらいから現れ始め、それも直線的で左右に分裂し、 内傘から離れている。太陽高度が上がるにつれて明るくなり、内傘に近づいてくる。45度くらいで左右がつながって緩やかな V 字型になり、明るさも最大になる。パリーヘイローディスプレイ1820アトモスフェリックオプティックス。ありがとうございます。